あ、なに？ダンボール？あれ？まさか？まさかあのダンボールは？え？おお！あれ？あれ？さっきのダンボールから出てくるのそっち？ゼロスーツサムス。そうか、この世界からか。なんかスマブラ X からがゼロスーツサムスって。でもゼロスーツサムスってさ、全然わかんないよ。何？だから、今とゼロスーツサムス顔違うな。こうしてみると。何？あ、ピカチュウ？ピカチュウ？いや、登場仕方がちょっとかわいそうなんだよな。研究施設の電気エンジンとして使われてんのか。おー、来たよ、ロボットなんかいっぱい来た。やっぱピカチュウはでかいな。64から使ってるキャラだからいけるけど、ピカチュウはいけます。リンクやね、ヨッシーはね、不甲斐ないとか感じですけど、ピカチュウは64から使ってますんでね、まあ、大丈夫でしょう。基本的に何、先に進めばいいんだね。しかもピカチュウでストックで終わらせますんでね。そろそろちょっとティラさんできるよってとこ見せたいな。お、やばい、まだ死ぬわけにはいかない。なんだ、やばい、まだ死ぬわけにはいかない。他のでも扉あったからこっち来た。うわー、ゼロスーサムスいけるか。ピカチュウがあんな不甲斐ない死に方したからな。でもゼロスーサムスわかんないって。ゼロスーサムス全然わかんないと。マキシマトも残そう、残しておこう。敵が食べるはないでしょ。あいつやだな。あいつやらしいな。このデスポットやらしいな。デスポットやらしい。よし、右だ。こっちは間違いないでしょ。敵が出てる方向はさ、敵がね、こうボスで出てるって関係上、さすがに間違いでないはず。鍵がある。鍵を探していけということだね。鍵システム、鍵持て。走れ、早く。とりあえずこっちだ。なんだこれ。あ、スイッチ。こっち。なんだ？なんかが起動したっぽいな。なんだろう。あ、やっぱり。よかった。ピカチュウの死は無駄にしないぜ。ゼロスーサムスでなんだかんだでここまで来たな。いけるな、ゼロスーサムス。まあ、スマブラ行くね、SP でもね、ゼロスーサムスね、強いキャラとして扱われてますからね。あ、こうか。スイッチ押せばいいのか。はい。で、これで中へ行けるわけね。よし。今度は左に行くスクロールか。よかい。行けるようになってる。なんでだ？ゼロスーサムス、頑張れ。よし。なんか知らないけど、行けるようになってる。ゼロスーサムス、頑張れ。よし。171%。結構瀕死だな。ゼロスーサムス、頑張れ、強キャラ。うわー、頑張れ。121%。ゼロスーサムス。頑張れ、うわー、ピカチュウ来ました。もう強キャラです。約束された強キャラなんで大丈夫でしょう。約束された強キャラ、久しぶりに復活です。いや、結構なんか攻略順とかあるんだね。攻略順にやらないと道が開けないとかなんだろうな。うわー、ピカチュウ強キャラ、頑張れ。よいしょ、危ね、助けられた。危なかった。なんだ？ボスか？なんだ？でもなんか意外と、あ、え？それダメだよ。弱体化するよ。なんかよく言われてるやん。ゼウスサムス？あかんに。弱体化するって、それは。あれ来たらみんな言うよ。弱体化するって。あ、カービィ。なんか、コロコロ視点変わるでね。ああ、ダメ。ちょっと待って。そんな急に、何？ああ、ダメ。やばい、これやばいやつ。ゼルダ姫じゃん。ゼルダ姫に乗り移んの？何？
二つに切った。誰だ？ピットー！合流し始めたね。なんか仲間たちが。あ、じゃあ前ゼロだとやるか、やるのか。オッケーオッケー。これは普通に吹っ飛ばし合うタイプのやつだね。オッケーオッケー。さすがに大丈夫。さすがにね。アクションだともかく、普通に。スマブラルールに乗っとるだよ。お、何だあいつ。待って、あいつ結構動い、結構動くな。暗い。結構普通に動いてくんな。え、結構なんかゼルダ普通に動いてくんじゃん、君。普通だよね。よいしょー、これ決まったでしょ。まだか。あ、やばい、俺やられる。まだ、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 まだだよ。なんだ、端っこの攻防、端っこの攻防になっちまった。お、お、お、な、端っこで、俺たち端っこで何やってんだ？ちょ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 。なんだ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 、やめろやめろ。やめろ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 。姫、姫様行きません。よいしょ。あ、姫様、姫様、崖際の崖際の。端っこで何やってんだ俺。端っこで何で戦ってんのこんなに。こんな端っこで何、やめろ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 。よいしょ、よっしゃ、勝った。端っこで何やってんだよ。あ、でもこれだと、あー、でもそうか、大丈夫か。あ、でもなんか誤解を見そうじゃない。はい、誤解を生んだー、やっぱり。あ、でもこれ、え、何、どうすんのこれ。あ、あ、でもこっちサイドなんだ。待って待って、これ一番悲しいやつ。お前たち争っちゃダメだよ。そんな味方いるね。一番争っちゃいけないところで争ってるよそれ。待って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 、普通にイストックのバトルじゃん。難しいやつ。待って待って待って、乱戦になった。急に大乱闘になった。急に大乱闘になった、このゲーム。急に大乱闘の技術を要求してきたね、このゲーム。よしよしよし、いいぞ。リンクから倒そう。リンクから倒そう。よいしょ。あー、やばい、マリオやられる。マリオやられるよ。くらい。あー、まだ。うおー、いっぱい飛んだ。よし、よしだし、あ、よしだけ、よしだけ。あと、あとは雑魚狩り。あとは、あとあいつ、2対1、2対1状態、2対1状態なら勝てる。2対1なら勝てるぞ。よいしょ、いった、決まったでしょ。やったー。一発で勝ったなぁ。あー、やばいやばい、出てきちゃった。なんで？あ、あ、あ、カービィ？あ、あ、あ、カービィこんなところで活躍するだなんて。お、いっぱい、ちょっと待って、ちょっと待って、なんかいっぱいいるな。わあ、待って、5人いたのに4人になってる。ヨッシーいなくなってる。補欠になっちゃった。まあ、でもカービィだからね、言うて一番ね、カービィは使ってるんで、サクサク進めていきましょう。ガンガンいくぞ、カービィ。来た、倒せ。よし、あー、カービィ、あ、頭ない、あいつ頭なくなんの。ボーンヘッド、あ、本当だ。あー、やばい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 。でも頭なくした後あいつら見えなくなんだな。お、いいぞこれ。これいいっすね。うわー、やばいの来たな。ギダン強いんだよ。ちょっとこれいらない。やばい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 。よけろ、よし。わー、カービィ、カービィやるとやばい。マリオが、なー、カービィ、ちょっと待って、敵の攻撃が分かっていない。うわー、何それ。うわー、カービィ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 守れ。あ、カービィ、カービィカービィカービィ、頑張れカービィ。まだだ、まだだぜ、ほら、まだだぜ、まだあるぜ、ほら、敵の攻撃見て。あ、やばいな、カービィ140の、早く買い替えてもくれ、買い替えてもくれ、買い替えても。
あー、うわー、下手に攻撃するべきじゃなかった。マリオいける。マリオならいけます。さっきもね、マリオで活躍したんで大丈夫でしょう。 OK、 よしよしよし、潰してきそう。おお、あー、こういうやつ。あー、まあ、生き方がちょっとあれやな。ボールを相手のゴールに、おい、ピットです。久しぶりのね、登場のピットも張り切っていますよ。久々の登場ピット張り切ってるでしょう。頑張ってピット、今夜は張り切ってるよ。ちょっと久しぶりだもんね、ピット出てくんの。ピット頑張って。マリオとカービィがちょっとね、残念なことになっちゃったから、ここはピットが、ちょっとピットピットピット、あぶねえな。幸先不安だな君。あ、デデデ追いかけたのか結局。ああ、また選べる。今度はヨッシー選びたいな。4人で進んでいくのか。でも逆を返すとさ、これカービィとかがさ、やられたらさ、もうカービィ使えないわけだもんね。一気一気の重みを感じるようになってきた。キャラが多い分、その分補欠のやつがない。気をつけて、来るぞ、せーの、はい、分かってる分かってる分かってるんだけど上がれない。よし、来そうだな。できればカービィで引っ張りたい。できればカービィ、できればカービィ引っ張ってくれ。できればカービィ引っ張って、カービィ引っ張って、カービィ引っ張って、頼む。よし、いいぞ。まだいるな。なんか強そうなのいんな。なんだ、 J 出す。うわあ、頑張れ、いいぞ。よし、カービィでどこまで引っ張れるか大事だな。一気一気の重みを噛みしめてるよ。なんだ、なんか明らかボスやりそうで怖いんだけど、大丈夫かな。何、カービィ、なんか城じゃん。もう明らかなんか魔王城じゃん、あれ。ああ、終わった。いや、カービィ頑張ったな。なんだ、クッパだ。クッパ軍団だ。おお、ガノンドルフ来た。ガノンドルフじゃん。あれ、リザードン、あー、ポケモントリナー、そうやって、あ、そうやって集めてくんだ、まずは。なるほどね、行くか。なるほどね、こうやってポケモントレーナーは集めていくわけか。あ、いやー、なるほどね。で、一体一体交代ができるようになるんだね。2体を集めに行くと。ゼニガメ頑張って。技は素直だからね。ゼニガメは技素直だから大丈夫、いけるいけるいける。たらなー、ポケモントレーナーなんか紹介、あ、ハンマーあんじゃん。来た。来た来た来た。これこれ。なになに、何してんの、何これ。え、何してんの、え、何これ。何これ、何してんの、何してんのこれ。これ何してんの、これは一体何だ、どんな効果が、なんだあれ、黒いの。よいしょ。あ、投擲武器。強い。おい。おい。強いぞ、今の。かわいいな、あいつ。殻なくしてあいつはかわいいんだな。うわ、曲があれじゃん。どっかで聞いたことある曲だな。ボブル置いてんもん。マリオじゃん、もうこんな。なんでポケモンでマリオしてんだ、俺。まあ、リザードンが言うから、おかしくないよねーって話。危ねえ。大丈夫、大丈夫、ゼニガメ、ゼニガメ、ゼニガメ、どこにいるんだ、ゼニガメ、203。大丈夫、大丈夫、ゼニガメ、いける。ハリセン、ハリセン、ハリセン。おら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 、うわー。強い、あ、ハンマー、ハンマー。頑張れ、頑張れ。最強アイテム、ハンマーがある。こっちには。強いなハンマー。これ持ってきたいな。240% じゃん。スマブラだったらもうサドンデスモードになってるよ。え、なんか聞かない、何、聞かないだと。え、なんか聞かなかったんだけど、どういうこと。ゼリガメ頑張って。240% で、240% なんだけど。あ、マキシムトマトだ。これで190、全然楽になんね。マキシムトマト取っても全然楽になんないんだけど。
ハートの器じゃん。やった。やった。ハートの器だっても100しか回復しないのこの時代。マジ？ああ！ゼリガメ頑張って。ゼリガメでも意外と頑張ってんな。意外と健闘してんなゼリガメ。検討させてんのは僕なんですけどね、毎回毎回。まあ、ゼリガメ頑張って、ゼリガメ、ゼリガメ、あ、ゼリガメ、ゼリガメリュウカ、守られるだけの人生なんてあかん。ね、ポケモントレーナーと旅しとるから、お前も強くなっとるはずや。お前も強いポケモンとなっとるはずなんや、リュウカ。行くぞ。ポケモントレーナーと旅して、自分がどん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 強くなっていくポケモンと当たるんだよ。いけるいける。何言ってんだ、自分はさっきから。いや、どうしてもアクションゲームの実況ってなんか雑になるな。なんかアクションゲームの実況って雑になりますね、これ。思ってたんですけど。何言ってるか分かんなくなります、自分が。あぶれ助けてもらった、危ねえ。ちょっと待って、リュウカ、リュウカ、お前、なんか、ポケモントレーナー旅して、頑張って、もうちょっとポケモントレーナー旅しとんねん、旅して頑張ってんじゃない、今旅してんだ、お前は。よし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 。リュウカ、もうちょっと、ゼニガメは引っ張ってくれたから、無駄にすんな。ん？あ、ワリオ？自由をなくしたワリオなんで、怖くないよ。新しいポケモンだ。あいつは悪タイプ。あ、そうだよ。リュカ仇だよ。リュカ行け、リュカ行け。ワリオ倒せ。大丈夫だ、行ける。うわあ。お、何？ちょっと待って。ちょっと待って。お前結構ガチで移動してくんな。おら、ワリオどうや、おらどうや、おどうやワリオ。おら、ワリオどうや。おい、ワリオ近寄れねえだろ。ワリオ近寄れねえだろ。ワリオどうや、近寄れないだろ。お、ネスの仇、今果たす。ネスの仇、ここで撃て。ネスの仇、今ここで果たせ。お前はいける、やれるやつや。くそ、当たらん。あ、ひネスの仇、確保しろ。よっしゃ、いいぞ、勝った、ネスの敵打った。こんなフィギュア崩してしまえ、コッパみじんにしてくれ。でもネスがないよっていう話やんね。そうだ、ネスは別の世界で、別の方、デデデの方に行ってるからな。お、あ、デデデ。結構綺麗好きなんだな。これを何？激安の伝統で売るんかな。何そのバッジ、何そのデデデのバッジ。鼻につくるもんじゃない。ちょっと待って待って、今鼻についてませんでした？何？あ、痛い。あれ、こういう絵はどうなるの？おー、クッパー、重量級同士の争い多いな、ドンキーしっかり。あ、ピーチ。え、それ。